あそこでちょっとボルってきました。見えないところですね、安全を確保しながらやってきました。今日は朝一天気が良かったのにちょっと曇ってきちゃいましたね。そろそろ今日がですね、ちょっとお酒の席が私があるので早めに入らせていただいてます。すみません。で、誰も来ない道をですね、とぼ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 とこんなやって帰っていくわけです。今日はクライミングをちょっと 2,3 本下手っぴーですがやったのと、オスプレイを初めて見ました。オスプレイがですね、この空をですね2回ほど行ってくれました。2機、ブラ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 と、ちょっとやっぱヘリコプターとは音が違うのを初めて聞いて、これが国の防衛をですね担っているオスプレイだと感動した次第です。何の話や、失礼します。五光が差してます。初冬というかですね、初雪が降った、雪が若干まだ残っている、ような状況です。これからいよいよ冬将軍が来るんですけど、ここがですね、もうちょっとしっかり積もったらシャッと滑れそうな気はするんだけど、うむうむうむ、まあ難しいかな。やっぱ林道をシールで上がって、行くぐらいならなんとかできそうな気はするんですけど、怒られないようにしないといけないし、スタッドレスはないし、どうするし。うわ、見えない、どこだ、どこ行っとった、あら、カメラ映った映った、危ない。オスプレイ頑張ってください。ああ。